あ、でも気持ちいい。どっちなんやって感じでしょ、うん、痛いけど気持ちいい、うん、けど痛い痛い、どっちやってもらったら痛い痛い、うん、こんなに太もも痛いんや。え、今までマッサージ屋さんでこんなに痛み感じたことない、はい、なかったですか。そうで、うん、じゃあ反対側使っていきますよ。はい、でしょう。はい。からお尻を触っていきますが、はい、頭からこう神経が出てて、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうと結構多いです、はいはい、なのでね、ちょっとしっかりお尻緩めていきます、はい、私がわざわざ説明したってことは、うん、そう、かなり痛いですってことですよね。はい、頑張ってください、はい、はい、足曲げますね、こう開けますね、はい、ここ深いところをちょっと今からね、しっかり押さえていきますよ、ここ。息も垂れない反対側行きます、ね、ちょっと待ってよ。なんか走った後みたいになってきた。走った後みたい走った後みたいですか。じゃあ今からね、反対側。電気が走る。ここ、うわー。
で今からねここを押さえていきますけれども、はい、お尻がここからここまで筋肉ついてるので、はい、ここもちょっとしっかり緩めてあげた方がね効果的なんですね、はい、なのでちょっとしっかり緩めますよ、では反対側向きましょうか、下向いてやって、あ、ごめん、まだまだまだ痛い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 、今気許したらごめんね、はい、では下向き、はい、下向き、左側痛い、左側痛いね、右より